放送席、放送席、そしてバンテリンドームのドラゴンズファンの皆さん、ヒーローインタビューです。昇竜ユニフォームを着て2連勝となりましたドラゴンズ、投打のヒーローです。まずは来日初勝利となりましたメヒア投手にお話を伺います。ナイスピッチングでした。Muchas gracias, muchas gracias. 本当にありがとうございます。大事にウィニングボールを持ってこの立ち台に上がってきましたが、その初勝利、今どんな思いでしょう？Me siento bastante contento, de verdad que con ustedes ahí apoyándonos nosotros, se siente bastante cómodo pichar con ustedes ahí atrás y de verdad muy contento por la primera victoria. ファンの方の素晴らしい応援のもとに初勝利ができてとても嬉しいです。そして初めてのこのお立ち台、満員のファンの皆さんはどんな風に見えていますか？De verdad que me siento bastante orgulloso estando aquí por primera vez y esperamos que sean más veces。そうですね、初めてファンの人たちの前でこのお立ち台いますけど、こういう状態がもっともっと続けるように頑張っていきたいと思います。さてピッチングの方は6回を投げて1失点、どんなところが良かったんでしょう？De verdad que me mantuve mezclando bastante bien, tratando de sacarle el paso al equipo contrario y de verdad que todo salió bastante bien y pudimos darle la victoria al equipo. 今日は全ての球種が良かったと思いますし、相手の打者のタイミングも外せたと思います。そして来日初勝利をもたらしてくれた決勝打、お隣のビシエドさんですよね。あの時はどんな思いで見てたんでしょう？De verdad que me emociona bastante verlo a él también triunfando y haciendo lo mejor que puede y de verdad que en tremendo momento dio el hit importante y de verdad muy feliz. 本当に大切なところで一本打ってくれて本当に感動しましたし、本当に感謝します。改めて初めてのお立ち台です。ファンの皆さんに大いにアピール、そして今後の目標を最後に教えてもらえますか？Bueno, me llamo Humberto Mejía, vengo de Panamá, orgullosamente, y bueno, a dar lo mejor de mí siempre. Humberto Mejía, と申します。パナマから来ました。皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました。まずはメヒア投手にお話を伺いました。続きまして決勝打を含めまして日本のタイムリー2打点の4番ビシエド選手にお話を伺います。久々の4番でした。まずどんな思いで今日は試合に入ったんでしょう？ No, contento, no. Lo importante es que ganamos el juego y de verdad que me siento muy contento por el juego de hoy. Ahí pude producir para ayudar al equipo y a Mejía también que hizo buen picheo, ¿no? そうですね、4番に戻ったことも嬉しいですけども、チームが勝ったこととても嬉しいですし、メヒア投手も素晴らしいピッチをした、それがとても嬉しいです。その勝利に導いた決勝打、同点に追いついたその後でしたけども、どんな思いだったんでしょう？Yo creo que es un momento importante, ¿no? Con un pitcher como Cera, que es buen pitcher, ¿no? Y ahí traté la manera de buscar un pitcher cómodo, ¿no? Para traer la carrera y salió hit, que es lo más importante y contento, ¿no? Con eso. そうですね、あの大事な場面で素晴らしい投手、大瀬良投手だったので、とにかく打てる球っていうところで集中してました。粘りましたけど、なんとかヒって勝ち越しを打ててとても嬉しいです。またその後にもタイムリーが続きました。今シーズンここまでちょっと苦しんでいましたけども、今日の2本のタイムリーでどうですか、状態は？Vamos mejorando poco a poco. Yo creo que este año ha sido un poco difícil, pero no podemos darnos por vencidos todavía. La temporada todavía sigue. Lo importante es ir poco a poco ahí ayudando al equipo lo que pueda y nada, seguir para adelante trabajando para que sigan saliendo mejor las cosas. なかなかあの調子が出ずにチームの勝利に貢献できなかったですけども、調子は少しずつ良くなっていると思いますので、まだまだシーズン続きますので、もっともっと打ってチームの勝利に貢献したいと思います。さあ明日はカード3連勝をかけて、そしてオールスター前最後のホームゲームともなります。最後ビシエド選手、ファンの皆さんに強い意気込み聞かせてもらえますか？Yo creo que el deseo de ganar. Yo creo que los fanáticos, muchas gracias siempre por el apoyo que nos tiene a mí y al equipo. Yo creo que lo importante mañana salir al terreno como hoy, a darlo todo y ganar, ¿no? Y que nos apoye mucho.
とにかく明日は勝利ですね、勝つことを心に込めて戦いたいと思いますし、ファンの皆様いつも本当に素晴らしい応援ありがとうございます。チームにも応援、素晴らしい応援ありがとうございます。ありがとうございました。今日のヒーロー、来日初勝利メヒア投手、そして決勝タイムリー含め2安打2打点のビシエド選手でした。放送席どうぞ。それではドラゴンズ立浪監督にお話を伺います。最終回ピンチはありましたけれども、最後はライデル選手が締めてくれました。最終回どんな気持ちでご覧になってましたか？どんな気持ちですか、まあ、でも満塁になりましたので、まあ、野球何が起こるかわからないですし、ホームランで同点というケースまで行ってしまったので、まあ、ちょっとヒヤッとはしましたけども、まあ、なんとか三振で打ち取ってくれて、まあ、結果的にはホッとしました。6回の逆転の場面ですが、岡林選手フォアボールの後、大島選手がファールで粘ってのタイムリー、あの場面はいかがですか？まあ、ちょうどランナー走ったところで打球がいい風に、まあ、弾んでくれて、まあ、一挙にまず同点まで行けたっていうのは、まあまあ、ラッキーも含めてね、まあ、大島も当然よく打ちましたし、良かったのかなと思います。その直後にビシエド選手が続きました。まあ、今日期待を込めて、まあ、まだまだ今、ね、若い選手4番打ったりしてますけども、まだまだ実力的に勝ち取った4番ではないので、今日はビシエドに、まあ、期待を込めてっていうところでは2本タイムリー打ってくれましたので、まあ、良かったなと思います。そして7回には代打後藤選手の犠牲フライ、貴重な追加点になったと思いますが、いかがでしょう？ね、追い込まれて最後難しいボールですけども、よく外野まで持ってくれたあの1点というのも非常に大きかったと思います。そして先発メヒア投手、3試合目で来日初勝利を挙げました。今日のピッチングいかがですか？まあ、前回同様ストライク先行しながら、まあ、フォアボールピッチャーに出したりそういったこともありましたけども、まあ、前回いい投球して勝ちをつけてあげられなかったっていう、まあ、替え時がまあちょっと難しい、まだ本来のそのメヒアの姿っていうのを、ね、全て把握できているわけではないので、まあ、今日は勝ち越して交代しましたけども、まず一つ勝ちがついて、まあ、本当に良かったなと思ってます。さあ、そして明日オールスター前としては最後のホームゲームになります。明日の試合に向けて一言お願いします。まあ、いい形で、まあ、練習をできましたので、まあ、なんとか続けられるというか、まあ、その勢いをね、明日の試合に出せるように、またチーム全員で頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。中日ドラゴンズ立浪和義監督にお話を伺いました。